チャーの優勝です。一方、男子は中国のジャーピンが優勝しました。23歳、技術学院の学生です。このジャーピンは、はい、若手のナンバーワンと言われておりまして、チャオ・チャンジュに次ぐ時代のホープです。はい。中国のジャーピン 9.60 で優勝を決めました。そして3位には日本の廣田和成選手が見事入っています。